久保さん、YouTube 議員にしましょうか。YouTube 議員。まあだからまあ、昔はね、ブログ議員は難しかったと思うんですよ。ブログ議員は。ただその、ネット上でこう発信自分のこう声をしっかりこう伝えるっていう、この動画メディアっていうのが出てきて、だからまあ別にその選挙カーでうわーって回らなくても、別にネット上で、あの、同じようなことできるので、 しかも、迷惑にかからないと。ネット上、街中こう歩いて、皆様、やってまいりました。やってきてほしくないよみたいな。今、仕事中だよみたいな。今、リモートワークで会議中だよみたいなね。わかんないですけど。YouTube ってそういうのないじゃないですか。自分でクリックするかしないかなんで。だからもう、今後は YouTube 選挙でいいんじゃないかなと思うんですよね。 うん、ど,うどう思いますかね ?YouTube の選挙でいいんじゃないですか、うんまあ、ネット上で選挙していくっていう。うんまあ、そうすればね、そのまあ、だから皆さんねインターネット見てくださいっていう。うん、てか、インターネット見てくださいって言わなくてもインターネットみんな見てるわけじゃないですか。ただ、その世代間として、まあ、前も言った通り、まあ、ネットりネットが 全然その、うん、苦手なんだよねって世代と今ハイブリッドで混じってるのでややこしくなるんですよこれがまあ今も時代が変わってだからなですかねそのポケベルを使ってる人が今いるからちょっとややこしいって話ですよね単純に <laughs> <laughs> もうみんなスマホになったらもうみんなスマホ使ってるんでじゃあみんな YouTube 見てるんでで終わりじゃないですか だけど、ポケベルが半分ぐらい使ってる人がいるならば、いや、ポケベルも使ってる人いいんだよね、みたいな。ただ、ややこしいんですよ。これはまあまあ、まあ今はね、いろんな論争はあると思いますけども、まあ、50年後ぐらいにはもうなくなるんじゃないかなと思います。だって50年後はさすがに、もうあれでしょ、スマホ世代が議員さんになってると思うんで、多分まあ、こういう論争はなくなってくるんじゃないかなとは思いますけどね。いってらっしゃい。